ザ・ビーチ・ボーイズ。ザ・ビーチ・ボーイズは1961年に結成されたアメリカのサーフロックグループである。1962年から65年まではサーフィンホットロッドを中心としたレコードを発表しいたが、66年のペットサウンズから70年代初頭まではサーフィンや改造者、ビキニの女の子などは姿を消し、ブライアン・ウィルソンが事故の内面と向き合った。 アート志向のアルバムを発表した。米国西海岸の若者文化、特にビキニの娘、サーフィン、改造者、ホットロット、青い海などをテーマにしたポップな楽曲で知られている。しかし60年代後半からの一時期には、複雑聖地でアート志向のペットサウンズのような作品も作り上げた。日本では山下達郎や音楽評論家の萩原健太、 宮地純一らが熱烈なビーチボーイズファンとして知られている。萩原健太はラジオ番組でビーチボーイズは神であるとまで公言している。浜田翔吾とアイド、鈴木正幸らもビーチボーイズファンである。世界では、ファーストクラス、ルベッツ、ルーベッツ、トットラングレン、ハイラマーズや、ルイ・フィリップ、フランス人らがビーチボーイズの影響を受けている。音楽的ルーツは、 ロックンロールやホワイトドゥーアップにあるチャックベリーのスイートリトルーンをアレンジ歌詞のほか編曲の部分の変更を含む著作権ロイヤリティの問題もあったしたサーフィン USA はその典型的な例であるサーフィン USA のメロディーはスイートリトルーンとほぼ同じでありそのことはビーチボーイズ側も認めているこの件は 映画、ドリームガールズでも題材として象徴的に取り上げられている。ウェストコースとロックの初期のポップな部分のグループであり、アメリカンロックでは一部のミュージシャンがそのハーモニーの影響を受けている。結成当時のオリジナルメンバー5名のうち2名は個人となっているが、明確な解散宣言はしておらず、オリジナルメンバーを含む数名がバンド名を引き継ぎ、 ライブを中心に活動を続けている。最盛期に多くのヒット曲を送り出した中心人物であるブライアン・ウィルソンはソロとして活動を行っている。メンバーのうち二人が熱心な共和党支持者である人物と思想で生じずために共和党大会に保守的なカントリー歌手らと共に出演したりしている。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な百組のアーティストにおいて 第12位。バンド結成時当時流行していたサーフィンホットロッドと呼ばれる楽曲群は単純なコード展開にギターソロを加えたインストゥルメンタルが中心だった。ここにロックンロールと異なる分野の音楽と思われていたフォーフレッシュ面などを代表とするコーラスによるハーモニー、ファルセットを乗せたところにビーチボーイズの特徴があった。 初期の楽曲群はポップなロックンロールやポップスであり、当時の流行に沿ったものだった。しかし、ソングライターでもあるブライアン・ウィルソン自身がアルバムのプロデュースを行うようになって、以降、一見シンプルに感じられる楽曲でも、実際には複雑なコードが使われ、アレンジに様々な工夫が施されるようになった。例としてよく取り上げられるものに、 カリフォルニアガールズのイントロ部分や、神の溝るのベース音の処理、グッドバイブレーションにおけるテル、ミンの導入、キャロラインの犬の鳴き声や、列車の踏切通過音などの効果音の使用がある。これらの特徴は、ブライアンが敬愛したフィルスペクターの影響も見られる、ものの、オリジナリティも存在した。ペットサウンズ以降のザ・ビーチ・ボーイズは、ビートルズの十七年アルバムとともに、六十年代の 実験的なロックの発展にも寄与した。1998年のビーチボーイズ分裂前までに参加したメンバーのみを記す。1998年以後の参加はマイクラブとブルース・ジョンストンによるツアーバンドに参加していたことを示す。など。ブライアン、デニス、カールのウィルソン兄弟はサーフィンで知り合ったジョン・マース、後のザ・ウォーカー・ブラザースのジョン・ウォーカーより、 ギターの手ほどきを受け、いとこのマイクラブ、高校の友人アルジャーディンと共に1961年にグループを結成する。グループの前途に不安を感じ一時脱退した、アルジャーディンの代わりとして、デビッド・マークス1962年から1963年まで在籍した。彼らは最初ペンデル・トーンズ、それはマイクラブが当時流行していたシャツから取ったなと名乗り、 ウィルソン兄弟の父親マレーによってマネジメントされた。マレーの友人ハイト・モーガンが経営していた小レーベル、キャンディックスと契約し、デビューシングル、サーフィンをリリースしたが、そのレーベルには彼らの知らない、ザ・ビーチ・ボーイズという名前がクレジットされていた。デビューシングルは、全米75位とまりだったものの、マレーは、大手のキャピトルレコードとの契約を成功させる。 キャピトルレコードに移籍後の第一弾、シングル、サーフィンサファリは、全米14位のヒットとなった。彼らの初期の曲のテーマは、カリフォルニアの青年のライフスタイル、例えば、オールマーロング、ファンファンファン、自動車、リートル、デュースクーペ、そして、サーフィン、サーフィン、サーフィン,サ,ーフィンサファリから取られたものであった。これらは主に、ベニスの趣味であった。 リーダーでヒット曲の多くを書いたブライアン・ウィルソンにはサーフィンの趣味はない。1962年末にデビューアルバムとなるサーフィンサファリを発表してから1966年のペットサウンズの前まで彼らは3年間で10枚のアルバムを発表している。うちライブアルバムが1枚、企画アルバムが2枚でオリジナルアルバムは7枚となるが クリスマスアルバム用にもオリジナル曲を用意している。CD の普及により、アルバム1枚あたりの曲数が増えた現在と、単純な比較はできないし、曲の重複もあるが、1年にオリジナルアルバムを2枚以上、出していたことになる。また、2作目までは、ベテランの A&R マンであったニック・ベネにプロデュースを任せたものの、1963年のオリジナルアルバム3作目、 サーファーガールからは、ブライアン本人がプロデュースで務めるようになった。この時、ブライアンはまだ21歳であった。その後、ブライアンは敬愛するフィル・スペクターのワールオブサウンドや効果音を取り入れたアレンジを見事に消化し才能を開花させた。この時期に演奏技術に優れたスタジオミュージシャンをバックに初期のポップで商業主義的なオールサマーロング。 ザ・ビーチ・ボーイズ・トゥレイ・サマーデイズが立て続くに発表される。しかし順調に見えたビーチボーイズの前途にその後ずっとつきまとう影が現れる。1964年末のツアーに向かう飛行機の中でブライアンは感情の抑制が効かなくなってライブを欠席する。そしてこれをきっかけにコンサート活動への参加を止め、 スタジオでの音楽作りに専念することを宣言してしまう。このツアーではブライアンの代わりをグレン・キャンベルが務めた。その後、この役目を担うためにブルース・ジョンストンが参加し、結局そのまま6人目のビーチボーイとして以降の音楽生活を送ることになった。ブライアンはビートルズのアルバムラバー・ソウルに衝撃を受け対抗心を燃やした。そして、 当時ポップミュージックとしては、珍しい完全なコンセプトアルバムを作ることを考えた。これがペットサウンズである。しかし、それまでの彼らのイメージとは、かけ離れていた作品であるため、契約していたキャピトルレコードから敬遠され、保守的な米国のファンにもなかなか受け入れられなかった。全米チャートでは10位にランクインし、早々に50万枚を売り上げたが、 それまでの作品に比べて売り上げの伸びない状況に不満を感じたキャピトルレコードはペットサウンズの発売後すぐにそれまでのヒット曲を集めたアルバムベストオブザ・ビーチ・ボーイズを発表したベスト版はしばたたく間に100万枚を売り上げペットサウンズよりもヒットしてしまう結果となったこの事実にブライアンはひどく傷つきその傷はその後長くブライアンを蝕むことになる しかし、イギリスでは、米国の反応と異なり好評であり、アルバムは、前衛初登場2位記録し、シングルが、ヒットチャート上位にランクインする結果となった。また、元ビートルズのポール・マッカートニーや、ザ・フーのピート・タウンゼンと、エリック・クラプトンが好きなアルバムとして挙げるなど、一部には、理解者がいたが、このアルバムが見直されるには、かなりの時間が必要だった。 スタジオでの完全主義ゆえに彼はペットサウンズ以上の作品を作り出さなければならないという脅迫観念にかられビートルズのサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブンドの録音と期間が重複していたスマイルの制作中にノイローゼになった。1日の大半をドラッグとアルコールに依存するようになったブライアンはアルバム内の曲 エレメンツ録音時に、スタジオ内で、消防士の格好をしたり、キャピトルの重役夫人を悪魔呼ばわりしてその重役のスタジオ入りを拒否したり、気候が見られるようになった。また、スタジオでのエフェクトに凝り始めたブライアンと、グループの持ち味である、ボーカルハーモニー路線を支持したマイクをはじめとする他、メンバーとの方向性に対する対立も深まった。モジュラーレコーディングといういくつかの、実際には、 中間部が異なる各曲数10テークに及ぶテークの断片を組み合わす方式は編集段階でもさらに精神的混乱を巻き起こしたスマイルはキャピトルレコードの再三のリリース要求にもかかわらず結局完成せず1967年5月にキャピトルはこのアルバム発売をキャンセルしたキャピトルレコードはアルバムをリリースさせるために レコーディングの途中にもかかわらずジャケットを印刷して、プレッシャーを与えようとしていたが、大半が破棄された。スマイル用の曲のうちのいくつかは、スマイリースマイルに収録されたが、そのバージョンは、厳密には、スマイル録音時のテイクではなく、ブライアンがドロップアウトした後に、他のメンバーが手早くでっち上げた断片や残骸とでも、言うべきものであった。当然、40年後に、 アウトテイクも含んだ形で発表されたボックスセットグッドバイブレーションズボックスに収録された同盟の曲たちとは比べ物にならない完成度で英雄と悪巻、グッドバイブレーション1966年ビルボードシングルチャート全米ナンバー1といった傑作曲が収録されたもののスマイリースマイルの評価は惨憺たるものであったブライアンがスマイルを放棄した後に 残りのメンバーが作り上げたスマイリースマルが彼らが嫌ったサイケデリック色の強いアルバムとなったのは皮肉な結果であった。ブライアンの精神状態の悪化や事実上のドロップアウトにもかかわらずバンドはさらに活発に活動を続けた。ワイルドハニー、フレンズ20、20までの作品をキャピトルレコードで表した。ただし、 ブライアン以外のメンバーも平穏な生活を送っていたわけではない。この時期デニスは後に女優シャロンテイト惨殺事件を起こすチャールズ・マンソンと共同生活を送った上に楽曲の共作まで行っている。これは事件をスキャンダルとなった。1970年のサンフラワーでキャピトルレコードを離れワーナーブラザース参加のリップリーズに移籍する。また、 本格的に自分たちのレーベルであるブラザーレコード名義で作品を発表するようになる。続いて1971年のサーフズアップがリリースされた。そのタイトルトラックサーフズアップは才能あるシンガーソングライターのバンダイクパークスとの共作で元々はスマイルに収録される曲であったがブライアンの思った通りのボーカルが録音できずカールが代わってリードボーカルを務めた。 このように、スマイルがとんざしてから以後に発表されたほとんどのアルバムには分散する形で、スマイル収録予定曲の別バージョンが収録されている。1970年代を通して、ブライアンの活動は低調で、1973年のオランダも複雑な評価を得た。ブライアンは1976年にツアーに復帰したが、彼の精神疾患は1990年代まで。 問題のままだった。ただし、ブライアン不在の中、他のメンバーは、精力的にツアーを続け、ライブバンドとしての地位を確立していく。また、ブライアンの穴を埋めるために、メンバーが作った楽曲の中には、仮作もあり、ビーチボーイズが決してブライアン一人の才能によって、成り立っていたわけではないことを示す結果となった。しかし、1八十三年十二月十八日、 ウィルソン三兄弟の次男であるデニスが自己死する。泥酔状態でクルーザーから水中に飛び込み溺死したのである。当時、それぞれがソロアルバムを出すなど、すでに分裂の危機にあった彼らは、デニスの死をきっかけとして一時的に以前の結束を取り戻すかのように見えた。1985年7月13日に行われたライブエイドに出演する。亡くなった。 デニス以外のメンバー5人、ブルース、カール、マイク、アル、ブライアンが、フィラデルフィア JFK スタジアムに集結し、カリフォルニアガールズ、ヘルプミーロンダ、素敵じゃないか、グッドバイブレーション、サーフィン USA を披露した。これにより残された5人での活動に、大きな期待が寄せられたが、同年リリースされたアルバム、ザ、e ・ビーチ・ボーイズ以後、ブライアンはマイクとの共作をやめ、 精神面での主人、友人ランディの誘導により、ソロ活動に重きを置くようになっていった。1988年、亡くなったデニスをはじめとして、マイク、カールもソロアルバムを発表済みだったが、とうとうブライアンがソロアルバム、ブライアン・ウィルソンを発表する。このアルバムは、精神分析医、友人ランディの強い影響下で作られたものであった。 ブライアンの才能が発揮された佳作で一部で熱狂的に迎えられたものの一般に大きな反響をもたらすものではなかった。皮肉なことに同年ブライアン以外のメンバーがビーチボーイズ名義で発表した映画カクテルの主題歌ココモが22年ぶりの全米ナンバー1を獲得する大ヒットとなるブライアンはレコーディングに誘われていたがスケジュールが合わずに不参加。その後 この曲のスペイン語バージョンのレコーディングに参加した。なおテレビドラマ、フルハウスの中で、ブライアンは久々にメンバーと共演し、ここもお披露しているビーチボーイズがやってきた。の回。また、この年グループは、ロックの伝道入りを果たす。なお、後に、ボーカルグループの伝道1998年入りも、果たしている。その後もメンバー同士で、 様々な理由で互いに訴訟合戦を繰り広げながら音楽上の交流は若干ながら続いていた。しかしバンドとしてのビーチボーイズにとって最大の悲劇が起こる。演奏面での実質的なリーダーだったカール・ウィルソンが肺がんで1998年2月6日に死去したのだ。これでブライアンを除くメンバー間に残っていた結束も失われてしまった。マイクラブとブルース・ジョンストンは ブライアンの承認を得て、ザ・ビーチ・ボーイズの名前を引き継ぎ、主にライブを中心に、精力的に活動するようになった。アル・ジャーディンは、ブライアンの娘たちや、自分の息子などと共に、アラン・ジャーディン・ファミリーフレンズというバンドを結成し、他のメンバーとは、離れていった。友人ランディの影響から脱した、ブライアンのソロ活動も徐々に軌道に乗り始めた。彼を尊敬するワンダー・ミンツや、 ジェフリー・ホスケットなどのミュージシャンによるサポートを受け、ビーチボーイズ時代の作品や当時レコーディングに、失敗した多くの作品に再び命を与える、ライブを行う。そして2004年には37年越しに、スマイルを完成させファンを狂気させた。事実上3波に分裂し、別々に活動してきた1998年以降も、現存するビーチボーイズの3人のオリジナルメンバーは、 今なおブラザーレコードの共同経営者であることに、変わりはなく、過去の音源や映像のリリースに関する発言権や決定権を有している。また、各メンバーのツアー開催地や開催日程がバッティングしないよう、各メンバーの代理人、時にはメンバー本人間のミーティングは続けられた。ブライアンやアルにとって正式に脱退してしまうと、 相対的に現在ビーチボーイズの名義を使用しているマイクラブの発言権が最も大きなってしまった。2005年5月、故郷放送音のウィルソン兄弟聖ートがカリフォルニア州の史跡に制定され、その記念碑の除幕式にブライアン、ある、初期メンバーのデビット・マークスが出席し、まずはブライアンとあるの和解が公に示された。その後、 メンバー本人間でスードミーティングを行ったことが伝えられるなど、緩やかな歩み寄りの動きが見られ、その成果の一つとして、2006年5月、ホールマーク社より期間限定で1974年と1989年のライブテイクに加え、ブライアン、アル、マイクがソロ曲を一曲ずつ持ち寄った、ビーチボーイズ名義のアルバム、ソングス、フロムヒアバックが発売された。 また2006年6月13日、キャピトルレコード本社屋上で開催されたベスト版サウンズ・オブ・サマーダブル・プラチナム獲得記念セレモニーにブライアン、マイク、アル、ブルース、デビットが出席し、2001年2月21日の第43回グラミー賞功労賞受賞式以来、5年ぶりに公衆の面前でオリジナルメンバーが揃った。険悪な雰囲気であった。 グラミー賞当時とは、打って変わって、プラチナディスクを囲んで相互ににこやかに談笑する姿を見せた。2006年11月1日、ロサンゼルスのースアレイ、ロイスホールにて行われた、ブライアンのペットサウンズ発売40周年記念ライブに、アルが客演し、ブライアンがビーチボーイズのライブに館に参加しなくなった1996年9月以来、 10年振りのステージ上での共演を果たした。アルのブライアンのライブへの客演は2007年1月まで続いたが、その後アルは自身のソロアルバム制作を理由離脱した。以降、各メンバーは個々の活動を継続してきた。ブライアンとアルは2010年1月31日に行われた第52回グラミー賞受賞式に出席、さらに翌日の We are the world 25周年リメイク版のレコーディングに揃って参加した。マイクは2009年9月、2011年2月に5人の現存メンバーによる最終決コンサートをカリフォルニア州シミバレーにあるロナルド・レーガン・ライブラリーにて行う計画があることを表明。同コンサートは2011年2月5日に同地にてほぼ予定通り行われたが、ブライアンとデビットは 不参加で、あるが単身マイクブルースに13年ぶりに加わり、20分ほどのステージを行うという形にとどまった。2011年に入り、最終決への動きは加速する。4月には、東日本大震災へのチャリティシングルとして、フレンズと、あるのソロアルバム、ア・ポストカードフローカリフォルニア収録曲である、ビーチボーイズの未発表曲、 ドント・ファイト・ザ・シーをカップリングしたアナログ7インチシングルを自主制作にて発表。ついで11月には全メンバーの合意の下、1966から70年のビーチボーイズの音源で構成されたスマイルセッションズをキャピトルレコードより公式発表、全米27位まで上昇した。2012年2月12日には、 第54回グラミー賞受賞式にて5人の現存ンンメンバーでは初の公式パフォーマンスを行いグッドバイブレーションをマルーン5フォスターザピープルと共に演奏した2012年4月より9月までデビュー50周年リユニオンワールドツアーを開催6月には新作アルバムゴッドメイドザラジオ神の作りしラジオをリリース8月には来日公演千葉名古屋 大阪を行った。同年10月以降は、マイクとブルースが再びブライアンだとたもとは勝ち、前年までのバンドを率いてツアーを再開。一方ブライアンとあるは、リユニオンの継続を希望したものの受け入れられず、2社でのライブ活動を散発的に行うようになり、現状ではに分裂の状態となっている。メンバーのうち、マイクラブとブルース・ジョンストンが、 右寄りの思想の持ち主で共和党を熱心に支持している。共和党大会に出演して演奏したりするのは、それが原因である。右派で新自由主義者のロナルド・レーガンとの写真も残っている。なおマイクラブは、60年代には、ビートルズのメンバーやドノバン、ミアファローラとインドを訪問した経験があり、それ以後の思想的変化には驚かされる人もいるかもしれない。 一方、ブライアン・ウィルソンらは、政治にはあまり関心がない様子である。1961196219631964196519661967196819691970197197219731974197519761977197819791980198 1 1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 2 2 0 1 1 2 0 1 2二楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。